Welcome to the Gundam Line。 どうもシェルビです。今回北極基地でございます。道軍戦ですね。まあネズミゲーになるのかなという感じはするんですが、ここはちょっと思うところがあって、こういう形のぶっかす、まあ急使用下敵機ですね。憲法は外しました。まあちょっと色々と試してみて、今回はザクマリンを久々に使います。後ろ来てる、後ろに行った。じゃあまあ、はい、まあこっち側はギリギリ間に合うですね。あ、これ下行かのがいいよ、ろくなことにならないよ。道軍戦はみんな来るからね。うわ、マジでこれよく来ますからね、待ってたりするんでね。それを警戒しました。戻ってくれるかな。そうするとここ行けるんですけどね。早いね移動が。拠点をいただきました。まあ対応していきましょう。あ、倒しましたね。めっちゃ移動早いですかね。また来た。中来まくってますけど。この程度、薄皮一枚傷ついただけだ。ああ、抜けぞってしもうたー。残念。もしかして誰も指揮官いない系？さあ、そんなわけで、ちょっといろいろ思うとこあって、投与したこの子です。ノーマルです。案外ね、誘導爆破悪いわけじゃないはずなんですけど、Sの方がいいのかなと思うんですよ。
ね。これを試したんですけど、なんかいまいちな感じが、今のところだけですよね。あ、やべ。はい、落ちてー。頭ね。いって爆撃ですかね。すげえ減りましたね。巻き込まれた感じなんですね。ジャグちゃんそこちょっとお邪魔ね。あかん、これ死んだか。あぶねえ。
3だね、ちょっとね。3の差が若干出てるなという感じですね。すまない、離脱する。すまない、離脱する。まあ、6はいいんですよ、最悪。3を取りたいね。出てこ。大丈夫。ヘイ。ヘイ。残念。でも取られんぞこれ。激しい。押されちゃいましたね。この展開はまずいぞ。あと7分。歩兵戦、上位陣に歩兵戦でいけてる人がいない。いけてるっていうか、ある程度キルを取ってる人がいないので押されてるんですよね。歩兵戦で単純に。同軍なんでね、完全に条件は一緒ですから。言い訳ができない。まあ、招待とかはありますけれども、それでも言い訳、期待は一緒ですから。言い訳はできない。出た。しゃあないね。あれ、だからね、最近はね、ああいうのに対するために着圧を持った方がいいんじゃないかなっていう気がしなくもなって、ブッパにね待たれるとねきついんですよね。あーこれ悪いな。さーてこれは厳しいですよ。
行っておいで。当てます。餌飛べますね。危ねえ、確かに助けてあげなよ。そこは思ったんですけど、後の祭りだ。危ねえ、失敗してしまいました。あれ、ガンニー無理だよ。あれは追えない。あれも追えない。ガンニーに入られると無理ですね。彼がいる限りはまだ大丈夫。あーやばい、うん、ギリギリセーフ。ね、押されてますね、全体的に。さあ、ネズミ頑張れ。君の勇姿に期待。うん、ガンマ無理ですね。OK。やつは遅いんでね。よいしょ。そこを機動力生かして、ああ惜しい。結構壊してるんですよね。案外明るくなりましたよ。
わかんない、負けた。なんだこの最後のみんなのツッコミ。バカゲーでした。だ結構ね、ヒートロッドを振ってる間がなくて、そう思うと難しいなーという感じですね。ちょっと歩兵戦で、まあただね、終盤はもう守りっていうのになってから敵が攻めあぐねて、こっちが戦いやすくなったっていう感じですね。早め早く4を捨ててしまってもよかったかもしれない。ある意味ね。そんな感じでございました。いやー、まあ小規模戦、割と主戦場から離れたところで戦いつつ、主戦場出るときは引いて中、まああのゲルグキャノンとかでね戦えたんでよかったのかなという感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。